米国株のニュースの時間です。このチャンネルでは米国株や世界経済ニュースを隅々まで見て重要部分をピックアップしてます。新ニーサの戦略にも役立ちますよ。はい、今朝はですね、 NVIDIA が、6日間の連勝を、ストップということになりました。マイナス 2.57%、 925ドルですね。そしてあと ARM もね、マイナス 7.48%、 SMCI スーパーマイクロコンピューターも 1.7% のマイナスと、 AI 関連が結構売られましたね。ただね、マイクロン、昨日もねお伝えしましたけど、今 HBM で好調ですけどもね、ここは、なんと8日間連続の、上昇と、なってますね。はい、グリーンが、光ってます。はい、そしてですね、イベントがですね、今週あんまりなくて、金曜日やお休みですから連休前の調整というのもあって、ちょっとね、そんなに動きのない一日となっていますがね。はい、けどね、大事件がね、意表ついてありました。メリーランド州の、ボルティモアの大型連絡橋が、デンマークの海運大手 AP モラーマークスがチャーターしたコンテナ船になんとね、衝突されて崩落したということで、大統領バイデンさんはですね、みんな、この橋の再建費用は政府が負担すると表明ということで、これ一気にね、橋崩れてしまいましたね。このように米国株も崩れないことをね、祈りたいところですが、7人が水中に落下、1人重傷でね、この程度で終わって、奇跡でね、良かったですね。はい、なんとかね、人命は、保たれたみたいですけどね、停電してどうも当たったんじゃないかなとね、言われていますが、どうなんでしょうね。はい、そして、ですね、この港ですね、全米でも特に混雑が激しくて、ボルティモア港に入港するのに、使用するということで、ボルティモア港は、貨物取扱いの量と金額で全米最大級、自動車と軽商用車はね、13年連続で全米首位ということで、めちゃめちゃ使われてますね。砂糖や石膏、あとコーヒーの輸入、石炭輸出の取り扱い量も多いということで、アマゾンとかフェデックスのね、倉庫もあるんですね。今日はアマゾンマイナス 0.8% となっています。連休もあるしね、結構影響あるんじゃないでしょうか。しばらくね、サプライチェーンとかの影響どうなるのかね、見てみましょう。はい。これでマークスっていうところのね、海運会社の株は一時 7.6% 安となったみたいですね。はい。保有しているのは株ではなく未来への希望です。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは米国市場にズームイン。はい、じゃあですね、今日は静かな一日と、比較的になってますけども、まずはね、ちょっと未来を見据えてアップルからいきますけども、アップル今日マイナスの 0.67% ですね。6月10日から WWDC 世界開発者会議があるんですけども、ここで待望の AI 戦略について発表すると見込まれております。はい、複数の関係者によれば、プレゼンテーションでは AI に重点が置かれる見通しということですね。はい、またね、ビジョンプロもね、中国で発売すると言ってますし、ゴーグルはね、どう考えても10年以内にスマートフォンとか携帯電話にね、置き換わってくるとね、思っちゃいますよね。あれ、ほんと便利だと思います。バッテリーのね、軽量化とか、その辺はね、課題かと思いますけど、どうにかするんじゃないかなとね、思ってます。はい、それとですね、あと iPhone の中国出荷数、やっぱりね、減ってまして、2月、前年同月比 33% 減少、1月も 39% 減ってました。これはね、23年よりもちょっと遅かった中国の旧正月が影響しているみたいですね。それに加えて、ファーウェイがアップルからシェアを奪っているのもあります。はい、1月に iPhone の異例の値引きを中国で実施したアップルですけども、AI の、搭載された iPhone ね、どうなるのか、ここで盛り上がるかどうかね、非常に大事だと思うんでね、素晴らしい発表があることを期待しています。はい、じゃっかじゃん、じゃ次はテスラですけども、ここ最近ね、調子悪かったんですが、今日はちょっとだけね、上がりました。といっても3% だから結構上がった部類でしょうかね。はい、昨日お伝えしたですね、アメリカの既存顧客と新規顧客に対して、運転支援機能ですね、FSD、これを1ヶ月無料で提供するというニュースだったんですね。はい、FSD が、搭載可能な全ての米国車は今週1ヶ月無料になるとマスクさんが、投稿しています。
でテスラとねイタリアの政府関係者がイタリアでテスラのあのトラックですねセミとか EV のバンなど生産の可能性について話し合ったと、報道があってねこれで今日上がったんじゃないかとね言われてますけどねはいどうでしょうかねはい今ねテスラねいろいろまあイノベーションはですね、進めていってるところですけどねなんかいろいろこうポストとかも見てると自動運転の記事なんかね、出てきますけど車庫入れとかもね、まあいい感じでできるみたいまあ いろんなメーカーねこれやってますけどねはい、まあかなりどうでしょうね他の企業さんよりも、進んでるんでしょうかねはいまあ便利になるといいですね車庫入れ結構苦手な方いらっしゃいますからねはいそして、中国のですね EV 事情、かなりね iPhone も難しい状況ですけどね、自動車のね電気自動車の競争も非常に激しくなってますよね、BYD こちらはですね、23年純利益下回っているということですが、まあ、6300億円利益出ています、ただね安売り競争すごくてね最も格安なモデルのハッチバックシーガルってやつはなんとね1万ドルを下回る値段ということなんで、まあ、テスラもね安売り EV 出しますけどねうまくいくのかなとねいうとこです競争は激しいですねキャシーウッドさんはねEV をたくさん生産するらするほどコストが安くなってそして自動運転と相まってテスラの株価上がりますよということですけどね、今ねテスラ前年同月比でねそんなにね伸びる予想になってないんですよねほとんど横ばいぐらいになってるんでコストダウン、安売りというね、加速がね使えるのかなってねちょっとね心配なところですねはいそして次はねバイナウペイレーターですねはい、しばらくね、ニュースにあんまりなってませんけども、ビザとマスターカードが手数料の上限に同意ということですね、上限を設けることで同意とこれで事業者側、まあ、小売店側などは5年間で、4兆5400億円ぐらいコスト削減が見込まれるということでインフレ緩和側ですね、小売業者は低コストのクレジットカードに顧客を誘導することが可能になるということです、まあ、今までダメだったんですかねでも、まあ、そういうことができるようになると、非常にまあ金利とか、ね、安いバイナウペイレーターのカードとかが、ねおすすめになってどんどん拡大していくんじゃないかと、ね、思っちゃいますよねこれでアファームとか、ね結構、ね、恩恵受けてくれるんじゃないかなとね思っちゃいますが AFRM はいアファーム今ちょっと、まあ、ダウントレンド気味ですけどね今日は 1.91%、上昇となりましたはいこの合意でですね、ビザやマスターカードを発行する JP モルガンやバンクオブアメリカシティ銀行といった銀行がね一番損する可能性があるんじゃないかということです JP モルガンが昨年得た、このねインターチェンジフィーの収入は310億ドルでコストとかを差し引いたら48億ドルになるみたいですけどね、まあ今日はね意外とね銀行株全然打撃ねそれでも受けてなくてね若干上がっているといった状況ですねはいまあじわじわとねバイナウペイレーターね上がっていってくれることをね期待していますはいあとはですね、今日ねすごく盛り上がってるのがね RDDT はいレディとですね IPO してね今日もね 9% ほど上昇昨日 30% 上がってますんでかなり盛り上がってますねはい、まあ、著名なアナリストさんなどはホールドの評価みたいなんですけど実はねここにも AI が関係してるんですねレディットがチャット GPT とデータライセンス契約をね結ぶんじゃないかとね投資家が信じているということでなぜかというとサム・アルトマンさんですね、オープン AI の、CEO ですねこちらがレディット株の 9% をね持ってるんですよねはいこれで、どうなるのかなというところですが連邦取引委員会がねレディットの、データライセンス事業について調査ということでなんか提携どうもね邪魔しなかったらいいんですけどねはいレディットねちょっと気になりますねそれとね、DJT こちらは DJ トランプと読めちゃうようなティッカーシンボルですけどねあら D… ちょ、なんだこれ DJ ちょ待って DJT
こっちですね。デジタルワールド、うん、アクイジョン、はい。こちらは、16% 上昇。トランプさんの DWAC がね、スパック上場合併を遂げましたということですね。はい、これでね、すごいですね。昨日 35% 上昇でね、今日もね、一時ね、60% ぐらい上がったんですね。まあ、結局 16% の上昇となりましたけども、まあ、大統領選挙もあるしね、すごい大盛り上がりですね。一時ね、時価総額95億ドル超えましたんで、まあ、1.4 兆円ぐらいにはね、なってたということで、まだね、売り上げとかね、全然発表とかがないんで、まあ、うまくいくのか、トランプさんが負けたらね、ダメですし、選挙資金としてね、ロックアップ、普通は180日ぐらい売れませんけどね、まあ、取締役会の承認などを得てね、早く売るということもね、ありそうですしね、ものすごいリスク高いんですが、しばらくはね、大統領選挙に向けて盛り上がるような気もします。まあ、ちょっとね、怖い、銘柄ではね、あります。はい、ジャックジャーン。じゃあ、金利や指数見ていきますね。FOMC の、利下げ予想ですけども、6月の予想がね、結構低下しましたね。昨日ですね。昨日は、63.5% ぐらいあったんですけど、今日はね、58.1% に、なりましたということで、若干ちょっとね、利下げなくなってきてる方向に動いてるんで、まあ、株には良くない方向ですね。そして、今日の指数の動き、最後にまた売られて、ちょっとなんだか昨日もねそうでしたけどね、終盤売られる動き、まあこれもう今週はここで取引やめましたっていうお休みに入る方が売ってお休みに入ってるのかもしれませんね。はい、後半、まあ、全部ですね微妙に下げた1日と、なってしまいましたね。ダウが 0%、 SP500 マイナス 0.09、 ナスダックがマイナス 0.26% ですね。はい、そして、恐怖と欲の指数は昨日とほぼ動きなしというような、状況でした。ですね。はい。昨日はね、ラッセル2000だけは上がったんですけどね、今日はラッセル2000もマイナスということで、指数は全滅。まあ、こういうか、ちょっとね、イベントがなくて注目度低い時にね、みんな見てない時に休憩してるという感じで、また来週ね、よっしゃーと上がってくれたらね、いいんですけどね。はい。金利はですね、ちょっと数値一旦リセットされましたけどね、昨日が10年利回り 4.26 ぐらいだったと思うので、若干ね、低下してますね。はい。まあ、金利うねりながらね、なかなかこの平均線ね、ぐっと下回ってくれない。この高金利はね、株価には本当に逆風なんでね、これが下がってくれるとね、いいんですけどね。そしてビックスは、少しね、1日ビックス上がってますが、まあ、それほど高い水準ではないですね。恐怖指数ビックスは 13.2 と、ボラティリティは低い、状況となってます。はい。ここまでですね、見て、いいね、チャンネル登録、まだの方はですね、ぜひともよろしくお願いします。スーパーサンクスもね、お願いします。今ね、風邪がね、1週間ぐらい治らなくて、体調が悪い中ね、今夜は飲み会ということで、明日の朝、果たしてお送りできるのかね、ちょっと微妙な状況ではありますがね、なんとかお伝えしたいと思います。そして、今から使うね、スプレッドシート、こちらはね、米国株長官太郎ノートと検索していただければ、このページにね、たどり着いて、入手できますのでね、ぜひともよろしくお願いします。一瞬でね、米国市場が、網羅できると思いますよ。はい。じゃあ、スプレッドシートでマーケット全体をわーっと、見ていきますけども、今日もね、まあ、小型株とかね、いろんなニュースはね、ちょこちょこあるんでね、お伝えしていきたいと思います。はい。今日の、通貨はね、ドルは、いろんな通貨に対してグリーンなんで強いみたいですね。まあ、ドル強の傾向は続いています。あと、仮想通貨はね、また強さ取り戻してビットコイン7万ドル超えてきましたね。4月の半減期近づいてきてますからね、どうなるのかね、楽しみですね。半分になってボーンとなんか勢い余って上がるのか、それともね上がらないのか、まあ上がるんでしょうけどね。はい、そして、金もね上昇続いているのが継続と。指数は今日、マイナス、昨日もね、ちょっと調子悪かったですが、まだまだ1週間とかね、1ヶ月で見るとプラス圏内なんで、まあ、まだ調整にはね、全然至ってないですね。はい。そして今日は、インドの小型株が 3% ほど上昇してますが、それほど目立った動きは、
ないですかね。はい。半導体はマイナス 0.8% です。そして、今日はね、マグニフィセント7で上がったのはアルファベットとテスラと、なりました。NVIDIA がね、一番下がってしまいましたが、まあ、1ヶ月で見ると一番ね、上がってるのは間違いないですね。プラス 17% の NVIDIA となっています。で、ミーム株ゲームストップの、決算が、ありました。今はね、大暴落中といったところなんですけども、売上 20% 減ですね。決算会見なんとね、開催しない予定ということで、そんなことありますっていう感じですね。CEO が他の株とかをね、買えるようになったということでね、どうなるのか楽しみだったんですけど、会見なしと。今 15% ほどアフターで下がってるゲームストップですね。レディット上場したんでね、またこの掲示板からね、ゲームストップ買うぞというのがね、盛り上がるかと思いきや、今のところ盛り上がってないですね。はい。そして、今日は情報技術の大型、序盤グリーン多かったんですけど、まあ、コインベース下がってますね。マイナス 4.6% ということで、まあそんなに動きは、なしと。中小の情報技術も全滅ということです。はい。サイバーセキュリティ動きなしで、半導体はね、マイクロンがね、好調ですね。昨日ね、爆上げしてね、今日もね、反動で下がるかと思いきや 1.4% 上昇ということで、1週間で今 26% 上昇で決算後ね、好調です。はい、HBM ね、DRAM をね、積層していく。高い技術がないとできませんと。DRAM をね、近いところで積み上げていくことでデータのね、転送がね、早く、省電力で、さらに省スペースでできるということで、AI データセンターには欠かせません。DRAM 不足してね、値段は上がるんじゃないかとね、言われていますね。売上成長率 58% でした。次回はね、ガイダンス、もっとね、伸びますよね。ガイダンス売上 76% 成長の見込みでもっとね、上がるんじゃないかとね、思います。はい。次のね、NVIDIA マイクロンということでね、期待したいと思ってます。はい。AI チップ。こちらね、アームがね、売られましたね。この PSR がね、今、この表の中の銘柄で多分一番高い部類ですよね。すごく割高になってました。はい。で、まぁ、ちょっと今日ね、売られて 7.5% のマイナスとなってしまいました。バーティブね、こちらもデータセンター、まあ、スーパーマイクロコンピューターと並んでね、熱をね、下げるのに非常に適している企業で、データセンターの液化冷却など、今後、NVIDIA のチップなども熱量がね、かなり出るんじゃないかということで、こういう液化の、冷却の企業ね、注目されておりまして、今1ヶ月で 25%、1年で 527% 上昇しているバーティブと、なっています。先週の高値を上抜けてきました。はい。ですね。はい。クラウドフレアも今日 3% 上昇で好調と。AI ソフト系はそれほど大きな動きはなし。新興国株ではストーンコーが、上がってますね。ブラジルのフィンテック系の、企業で決算がね、ありました。ちょっとね、先週のやつ、間違えてね、売上丸してましたけど、売上×ですね。売上成長率 31% の、ストーンコー。今、PER が、26.9% となっています。はい。そして、次はヘルスケアがね、この痩せ薬、16.8% 上昇のバイキングセラピューティクス。まだ売り上げはありませんけどね、ものすごい上がってる、今、痩せ薬系。特にね、ここが湧いてますね。肥満治療薬が初期段階の試験で最大 5% 体重減少という結果、まあ、出てました。まあ、その前のやつもね、すごいいいやつ出てましたね。株価はね、大上昇ということで、もうこれで、買収されるんじゃないかという期待が高まってますね。はい。そして、あとはですね、輸送ね、UPS、ユナイテッドパーセルサービス、小包み輸送世界一ですけども、8.2% も下げました。これ CEO のね、発言があったんですね。これはね、小型の荷物の輸送、これが24年以降成長する準備が整っているため、2026年売り上げは1080から1140億ドルになると予想しているということを言いました。で、コスト削減計画のね、詳細も、
今日のカンファレンスがあるんですかね、それで言うということですけどね、ちょっと見通し言って成長しますよと言ったんですけど、ガンガン売られてるということで、景気敏感な部分があるんで、ここが下げるとね、次景気悪くなるんじゃないかというね気がしてきますね。はい、結構ね輸送下がってますね。堅調な鉄道もなんかちょっと CSX とか危うい色になってきてますんで、来週の雇用統計とかね、なんか動きがあったりしてと思っちゃいますね。はい、製造業は意外とグリーン広がってるのがね不思議ですけどね。はい、今高値圏 GE キャタピラエアバスなどはいいです。ボーイング CEO 辞めちゃうよということでマイナス 2% ですね。はい、航空とクルーズはまあまあといったところでしょうかね。カニバル明日引け後決算でしたかね。はい、で、マクドナルドとね提携して去年一昨年ぐらいですかね、クリスピークリームドーナツで IPO した企業がありましたね。一時注目されてましたけどね、 DNUT クリスピークリームね、今日 40% もね爆騰してますね。引きで見るとわあこれすごいな、これなんでこんなに上がったのというところですけども、マクドナルドと提携するということですね。これで爆上げということなんで、まあちょっと明日リバウンドで下がるかもしれませんけども、まあ要注目ですね。この、クリスピークリームでちょっと今後見ないといけないかもしれませんね。はい、店舗系は、マイナスとなってますね。はい、電気自動車はね、フィスカも消すしかなくなっちゃいましたね。ちょっとなんかバグって時価総額増えてますけども、もう大手自動車メーカーの買収交渉決裂ということで、ニューヨーク証券取引所に上場する株式は異常な低価格を利用に上場廃止になる見通しということですね。一時取引も停止になっちゃったりしてますということですね。はい、株価28点、ちょっと待ってよ、これなんかあったのこれ、FSR 0.09 ドルぐらいだったんですけどね。フィスカも出てこなくなっちゃいましたね。あら、なんか違うのになって、フィスカもすでに消え去ってますね。あら、ということでしたんで、ちょっとここは決してね、クリスピークリームとか、トランプさんのね、SNS を代わりに入れたいなとね、思います。はい、みんな下がってる中ね、この空飛ぶ自動車、ジョビーなどはね、イオンとね、ANA とね、トヨタと提携したりして、イオンの屋上にね、この離発着ポートね、作っていきますよとね、ANA と一緒にやるとかね、いうことで、ドバイでもね、もう始めましたね、サービスね。そして日本の大阪万博でも飛びますし、ちょっとね、面白いかなというところです。PSR はね、売上がまだほぼないんで、914倍となってますけど、どうなるんでしょうね。時価総額 3.8 ビリオン、38億ドルもあるんですね。はい、というところで、ドラフトキングスはね、スポーツベッティングアメリカ、大谷翔平さんのね、通訳の問題もありましたけど、ずっとね、上がってきてて盛り上がってますね、ドラフトキングス。はい、金融セクターは、微増となりました。はい、で今日はアファーム 1.9%、今後、クレジットカードをね、どんどん食っていってほしいなとね、思います。マーケットはちょっと下がりましたね。バクトは昨日、決算で 1200% ぐらい売上成長率があって、そんなに悪くなかったんですけど、なんか、インサイダーの売りでもあったんでしょうかね。20% 売られました。ここももう、大丈夫かなと思いますが、ニューヨーク証券取引所の ICE がね、株持ってますから耐えるかなっていうとこですね。はい、生活必需品。あと素材ですね。あ、そうだ、あとウォルトディズニーがね、52週高値まで回復したということですね。そしてあとね、素材がですね、鉄鉱石価格今年 25% 下落ということで、中国政府がやっぱり建設活動のね回復をまあ頑張ってるけど、そんなに効果ないよということで、まあ、中国の需要に引っ張られて素材は今のところ元気ないですね。はい、銅、今はなんか銅
よりも、カカオ豆の方が高くなるとね、いうのも、昨日お伝えしましたけどね、なってるみたいで、チョコレートの値段がね、すごく上がりそうですから、ここでなんかあるかもしれないですね。はい。じゃあですね、今日は、以上に、なりますと。はい。明日、今日ですね、寄り付き前、カーニバルの決算、そして明日引け後に家具の RH です。金利が下がってくるとね、ここも爆上げしてくるんじゃないかなとね、期待してて、まだ決してないんですよね、RH。はい、じゃあね、以上になります。やーべーこ株って本当にいいもんですね。保有しているのは株ではなく、未来への希望です。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。